皆さんこんばんは。12月27日火曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声の時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。いつもありがとうございます。改めてこんばんは。西原町議会議員の飯州悟です。今年も余すところ5日、沖縄も、トゥンジービサで寒い日が続いておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。先週水曜日から、年末年始の、交通安全県民運動が始まっていますけれども、先週ちょうど、通学路でですね、子どもたちの、見守りをしてたんですけれども、半袖の子が何人かいてですね、寒くないのかと聞くと、寒くないしと、すごい元気な沖縄の子どもたちいるんだなと本当に頼もしく思いましたけれども、そういった寒い中、今日はですね、もう体力がしっかりある寒さに全然負けないだろう、去る9月の読谷村議会議員選挙で初当選しました、岸本大二郎議員と一緒にお送りしたいと思います。読谷村議会議員の岸本大二郎と申します。日本文化さくらチャンネルの皆さん、また本日ですね、皆様のもとへ、声を届けながら、先ほど寒くなってきましたということで、もう僕も寒いでしょ。寒いです寒い中ですね、本当にもう一気に気温が下がり、また年末らしい気温になっているかと思います。はい、はい。岸本議員は初当選から、もう12月議会の地方議会でもですね、回った時期かなと思いますけれども、2回目の議会は、もう一般質問を終わっていかがでした。もう早、9月11日に当選して、すぐ議会を迎えて、で、1ヶ月ぐらい経ってすぐまた議会を迎えたわけですが、2回目の一般質問、そしてまた議会がまた終えてですね、やっぱり日々、村民目線で、一般質問をやっていくということを心がけていくところなんですが、やっぱいろいろ、伝え方であったり、難しいのもいろいろ、頭を悩んで頭が痛いぐらい緊張しながらですね、議会が終わった時にはもうちょっとどっと疲れが来たような感じだったんですけどでもやっぱ一つ一つの議会をですね、やっぱ経験そして終えていくことで、やっぱりいかに村民の皆さんが、何を求めて、何を私たちに求めていくかによって、やっぱ村民の声をやっぱ吸い上げてですね、やっぱ村政届けていくっていうことも本当に改めて意識しないといけないところだと私は思っています。なるほどですね。はい、こういった初心がね、とても重要ですよね。はい、村民の民を代表してるわけだからね、ぜひ、私もそうなんですけれども、そういう初心を忘れずにね、日々、政治活動、議員活動をしていかないといけないですね。はい、はい、もう本当にこれからまた年越すわけですけど、やっぱ年末ですね、残り、5日となっているところでございますが、またいろいろ今年1年を振り返りながら、今日はまた不登校とですね、また沖縄の、伝統文化の、継承についてまた今日お話しできればいいのかなと思っています。わかりました。今岸本議員からもありましたけど、今日2つのテーマでですね、少しお話をしていきたいなと思っています。1つは今全国的に大きな課題になっております、不登校の課題、そういった今の現状とまた課題についてもね、お話したいと思ってますし、また、岸本議員からありました、地域の伝統芸能でしたっけ、文化芸能ですね、文化継承ですね、そういったものの重要性ということも少し、今日お話ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、不登校の問題、今本当に全国的に増えて、どの学校でもですね、西原町もそうですけど、読谷村もそうだと思います、学校の大きな課題だと思いますけど、
岸本議員、この不登校について、はい、まあ、イメージというか、ご自身の経験とか、まあ、お子さんもいらっしゃるし、はい、また幼少期の時にそういった不登校、それでイメージか何かありますか。まずですね、不登校のイメージとしては、まず学校に行かないというのは当たり前のことなんですけど、もそもそも不登校の、やっぱ少し定義についてちょっと触れたいんですが、大丈夫ですか。不登校って言葉が、よく言われますけど、文科省が言ってる、不登校っていうのはですね、1年間で30日、連続じゃなくてもいいんですけれども、30日、病気とか、経済的理由以外で30日以上欠席した場合に、不登校としてカウントしているんですよね。それが今、数字で上がってきてるんですけれども、実はですね、このその30日未満の、行きしぶりとか、そういった不登校予備軍的な子どもたちが結構増えてるっていうのも今ね、大きな課題であるんですね。そこでですね、ちょっと数字見ていただきたいんですけれども、これ昨年度の不登校のこれ全国の数字なんですけれども、24万4940人ということで、過去最多の数字なんですね。これ実は9年連続増加をしてて、20年度と比べて 25% も増えてるという、本当に、大変な伸びなんですよね。心配なところなんですよね。でもう一つ沖縄の数字があるんですけれども、これ沖縄の昨年度の数字ですけれども、4435人、これ過去最多です、でその中でもですね、小学生が実は1000人当たり 18.8 人だったかな、全国最多なんですよね、少し、そういったところが、心配なところではありますけど、かなり増えていて、今本当にどこの学校でも大きな課題として、先生方も、保護者もそうなんですけども、苦慮している、私もこの課題について何度か議会でも質問をしてきているんですけれども、なかなかやっぱり難しい問題だなと感じていますけれども、もうずっと増えてるじゃないですか。増えてます、何かその原因っていうのはなんとなくどうですか。その子どもたちと関わりながらな感じるものありますか。もともと不登校になる原因としては、やっぱイメージつけやすいのはやっぱいじめ、なるほどね、なんですけど、もともと私たちが小学校中学校時代、小学校の時はなかなか不登校というのはあまり聞かなくてですね、で中学校からやっぱりクラスに一人ずつやっぱり不登校になってる友達はいました。いた、なるほどね、またな家庭的な問題であったりとか、やっぱ勉強がついていけないとかっていうイメージなんですけど、やっぱこの今おっしゃった2018年には小学生が1107名、で現在2021年には1903名、もう多分このグラフっていうのは多分だんだんグラフが大きくなっていってると思うんですね、やっぱその範囲として、その勉強で他に、どんな原因イメージでどんな原因になってるのかちょっと聞きたいですね。私もいろいろと議会の中で質問したりとか、保護者から相談を受ける機会も多いんですけれども、いろんな専門家も指摘してるんですけれども、この21年度はコロナ禍じゃないですか。コロナ禍ですね。で 25% 増えたのはやっぱりコロナ禍 の影響というのはあるわけですよね。これまで子どもたち自由にいろんな活動できてたのが、いろんな行事が中止になったりとか、部活動の大会も、中止になったりとかね、延期になったり縮小したりというのもあるし、で沖縄は特にまた休校がコロナが感染がワーストだったこともあって、休校も多い中で、この学校が始まった時に、結構スピーディーな、もう勉強しないといけないというのもあったりしながら、そういったストレスもあったんだろうなという、コロナの影響ももちろんあるし、でもう一つ今岸本議員が言ってくれたようにね、昔はやっぱり不登校で中学生とか高校生が多かったと言われていますけれども、今やはりグラフでお見せした通り、ちょっとこの最初の全国の数字といいですか、この5、6年前と比べるとですね、中学校ももちろん伸びてるんだけれども、小学校はですね、倍増してるんですよね。倍増してますね。だから、専門家が言うとやっぱりこの不登校
まあ、生きづらさですよ。なんかでも苦しいと思ってる子どもたちがやっぱり丁寧化しているというのはもう明らかな、数字でも明らかだと思うんですよね。まあ、その要因として言われているのがもうまあ早期の教育がもう3歳4歳から英語を教育したりとか、まあいろんな習い事をさせるのは私は決して悪いことじゃないと思いますけれども、そこにちょっとやっぱり合わない子どもたちもいてキチキチになっていたりとか、まあ学校に行ってもまあチャイムを時にはもうすでに触っとかないといけないとかですね、また今学校給食完食をしようとにかく残しちゃいけないみたいなところで、まあ、あの頑張れることはとってもいいんだけども、やっぱり食が細い子というのはなかなかプレッシャーになったりとか、まあ、そういった、まあ、いいことであるんだけれども、そこにちょっとなかなか合わしきれない子どもたちもいて、やっぱりこの低学年とかちっちゃい時から少しそういったストレスがたまりやすい関係になってるんじゃないかというのが、まあ、専門家の見方でもあるんですよね。小学校が増えてるというのはね、まあ、特に沖縄がちょっと比率が高いというのはね、大変心配なんですけれども、でこれだけ増えてるじゃないですか、じゃあまあまあ、国はじゃあそれをどうしてるのかって言った時に、これ岸本議員もご承知かと思いますけど、2017年にですね、これあの教育機械確保法という法律を施行したんですね。ちょっと写してもらっていいですか。これあの教育機械確保法というのは、まあこれ不登校のまあ法律と言われてますけれども、これですね、実はもう文科省、まあ国のもう方針の大転換なんですね。これまで不登校というのはとにかく学校に戻すことがゴール前提としてきたわけですけれども、まあ、そこに注力してきたわけです、まあ、そのために学校の先生方も家に訪問してみたり電話してみたり、時には子どもたちを家に迎えに帰したりというところで、とにかく学校に戻そうということをやってきたんだけれども、たくさん子どもたちが不登校増えていく中で、やっぱり個別なケースでやっぱりいろんな原因があるじゃないですか。もう一筋縄にこれ学校に戻せばいいっていうわけじゃないなというのが、まあさまざまな専門家の意見も聞きながら変わったんですけれども、で今その施行後はですね、必ずしも学校復帰を前提としない、まあ、ゴールとしないということに変わったんですよ。これ大きな変化なんですよね。そして不登校自体悪いことじゃないと、問題行動ではないですよと、なぜそうかというと、不登校になってしまうとなんか悪いことだと、いいことじゃないと、親がどうのこうのみたいなことにもなってくるんですよね、まあ、そうじゃないと、まず不登校は問題行動ではないということを、そしてもう一つあの休養休むことは重要ですよと、ということも、まあ、方針としてあるんですね。そしてもう一つ、不登校であってもそういった学びをしか保障していく、学校以外の場所で学べるような環境を整備しようというのが、この法律の大きな趣旨なんですね。それをもとに今学校の中でこのたくさん増えていく、不登校対応しているんですけれども、ただですね、まあ、学校の中ではこの方針というのは、まあ、浸透して、そういうふうに対応しているんだけれども、意外にこの我々保護者また地域も含めて、なかなかこのことも知らないし、昔の価値観、不登校は問題だと、それもうひいては子供を甘やかして親が悪いとかね、家庭のしつけがどうのこうのというようなまた考え方っていうのまだ残ってて、それは今あのそういった不登校の子どもたちもそうだけれども、そういった不登校を抱える保護者も結構苦しんでるんですよね、そういうプレッシャーがあるということで、やっぱり休んでる子もそういった親がそういう理解がないとですね、無理やり学校に行かしたら甘えるなということで、無理やり学校に行かしてみたりっていうのもあったりとか、また、本人も不登校は悪いことなんだと思いすぎると余計罪悪感も感じるしね、で、お勉強も遅れるという中で不安を感じて、なかなかまあ余計復帰しにくいような環境に逆効果になってしまったりとかね、まあそういうのも出てきているようなんですよね。それで今岸本議員もご承知の通り、読谷もそうだと思います。先生方の働き方改革で、もう先生方忙しいんですよね。忙しいし、長時間労働もあるし、沖縄に至っては、病休率も高いし、中でも、まあ、心疾患の、まあ、お休みする先生方も多いという中で、いっぱいいっぱいの中で、これだけ増え続けるその不登校の子どもたち、本当きめ細かく一人一人に対応しないといけないけれども、できてないわけですよ、やりようがない状況があるなということを現場でいろいろ聞きながら感じるんですよね。でじゃあ先生方もちろん担任が一生懸命やるべきなんだけれども、そもそも先生方っていうのは岸本議員、この不登校とかいじめとかね、そういったのを解決できるプロじゃないじゃないですか、はい、そうですね、どうしても濃淡が先生方によってもあるし、厳しい状況がある、で、別にその役割として学校にもスクールカウンセラーとか、
スクールソーシャルワーカーとかいるじゃないですか、はいはい、まあ、そういった専門家が、初動対応とかやってくれるのが一番いいんだけれど も、うん、もう圧倒的に足りないんですよ、ね、足りないですね、うん、今西原町でいうと、まあ、西原町3700人ぐらい児童生といますけれども、そこにスクールカウンセラーも1名しかいないし、はい、スクールソーシャルワーカーといういわゆるその、福祉とつなげていくような家庭にも介入しながら支援していくようなスクールソーシャルワーカーも1名しかいないもんですから、はいはい、なかなかもう対応ができない状況、うんうんうん、ある学校の、まあ、管理職に聞くとね、子どもたちが悩み事があって苦しいことがあって親にも相談できない、また学校の先生方にも相談できない悩みをスクールカウンセラーに相談しようと思ってます。もう予約が取れないんだと、はいはいはい、一人しかいないのでどうしても対応できないわけですよね、まあ、そんな状況があるわけですよ、はい、だからやっぱりこれ解決するためにこの初動の中でのやっぱりマンパワーというかな、うんうん、そういった先生方以外の専門家というのはしっかりやらないとこれ減らないだろうし、今不登校自体も多いし不登校予備軍も増えているわけですよね、増えてます、はい、そこにやっぱり対応しきれてないとなると、うん、もっともっと増えるんじゃないかなっていうので、うまく対応できてたら長期化せずに、まあ、うまく学校復帰できる可能性もあるし、はいはい、まあ、また学校以外の場所でのね、うんうん、やっぱり学びっていうのもできるし、まあ、将来、はい、まあ、多様性認めながら、まあ、成長していけるのもあるかもしれないけど、今そういう状況になってないんですよね、はい、それで、はい、最近ニュースで今週かな、文科省この学校の不登校もいじめもそうですけれども対応するということで、85億円の、ね、予算を新年度、はい、まあ、予算要求したということで、はい、まあ、新聞に載っていましたけれども足りないと思うんですよね。はい、そうですね、80億円から85億円に増やしましたけれども、うん、まだまだ足りないんじゃないかなと思ってるんですね、うん、まあ、この予算がどういうふうに沖縄県に来て、はい、我々西原町にも配布されていくか分かりませんけれども、うん、もっともっとそこはね力入れないとこの日本の子どもたちの今大きな課題、はい、解決できないんじゃないかなと思っているんですね、うん、なぜこのスクールソーシャルワーカーとかスクールカウンセラーが必要かというとですね、まあ、この前も、ね、岸本議員と雑談で話したんですけど、うん、ある、まあ、調査気になる数字があってですね、はい、文科省がですね、はい、この不登校の児童生徒にアンケートを取った調査があって、うん、こんなこと聞いてるんですよね。休んで、まあ、不登校になって休み始めてどんな気持ちだったかって聞いた子どもたちの答えがですね、7割が休めてほっとしたと、はい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 、ね、そして、まあ、気持ちが楽になったと答えてるんです、はいはい、やっぱりその答え聞いてやっぱり苦しかったんだろうなと、もう生きづらい中でどうにかようやく休めてほっとしたという気持ちに答えてるんです。で同時にですね、はい、同じく7割がこの勉強の遅れが不安があると、まあ、進学進路にも不安があるということで、はいはい、やっぱり学校に行かないことでそういった不安も、はい、学びの不安もあると答えてるんですよね。楽になった気持ちともう不安な気持ち入り混じってね、本当に辛い状況にあるんだなということで、だから、まあ、この法律もこの学校以外の学びの保障っていうのは立つけられているんだけれども、なかなか思うように、はい、もうこの学校以外の居場所学びの場っていうのはなかなか整備されてないんですよね、はいはい、もういつも要望されるし、はい、学校の先生方もそういう場所があればいいなっておっしゃいますけど、なかなか各自治体予算もない中では、設置ができてないのが多いのかなと思います、うんうんうん、それからですね、これも重要なことだなと思ったんですけれども、はい、その子どもたちが行きづらい、学校に行きづらいなと、休みたいなと思い始めてから休むまでの間ですね、2ヶ月から約半年ぐらいかかってるらしいんですね、はいはい、アンケートで言うと、はいはい、ここが悩んでるわけです、はいはい、苦しい中で通い続けてようやく休むと、はいはい、して休んでる子どもたちの 4割がですね、誰にも相談してないということなんです、はい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 、そうなるとやっぱり本当はその休みたいって感じる苦しい困り事がある感じの時から相談できるような環境があればですよ、防げたものもたくさんあるんだろうなと、うんうん、今休み始めて不登校の数となってますけど、その前の段階から4割が誰にも相談できてないというか、はいはい、相談できるような状況になってないっていうのがあると思うんですよね、はい、だからこそそういった相談対応、学校の先生方ももちろんそうだけれども、うんうん、慌ただしくて対応できてないならばスクールカウンセラーとか、うんうん、スクールソーシャルワーカーとか、まあ、それ以外の子どもの悩みを SOS をキャッチできるような体制をもっと強化しないとですね、うんうん、もう増え続ける一方だし、やっぱりうまくやれば長期化もしなかったものがね、やっぱり長期の不登校になっている、はい、で
休んでしまって心休まるかなと思いきや勉強の不安を今の状況ではなかなか対応できていないわけですよね、はいはい、だからそこら辺は今後の大きな課題なのかなと思います。今この学校以外の場所って何かイメージありますか？ですね、まあ、なんかいろいろテレビで見たことあるんですけど、うんうん、フリースクールとか。そうですね、フリースクールね、うん、あとは、うん、まあ、市の方で先ほど話したんですが、うん、あの教育支援センターであったり、支援センターですね、やったり、はいはい、まあ、こういったことも、うん、まあ、町村の方にも設置が必要なのかなと思っています。で先ほどあの4割がやっぱり相談ができてないっていう、まあ僕の原因と思うんですけど、やっぱあの担任の先生はだいたい1人当たり30名ぐらいの生徒を見てるわけなんですね。でいろんな授業に追われながら一人一人の顔を見てるんですけど、やっぱりあまりにもこの業務が多すぎて子どもたちに目を向ける余裕がだんだんなくなってきてるのかなっていうもので、この不登校になるきっかけをですね、やっぱこうやって掴むで様子を 見たときに、これからやっぱ生かされていくのはやっぱソーシャルワーカーであったり、うん、先ほどあの話したあの、まあ、コーディネーターの話であったりとかですね、うんうんうん、やっぱその早期にやっぱりいろんな予算をしっかりそこに投資してですね取り組むべきじゃないかなと思っているところです。そうですよね、はい、なかなかやっぱり話を聞いてくれる、うん、これ学校だけの問題じゃないんですよ。もちろん一義的には保護者 家でやっぱり子どもの様子を見てあげて、うんうん、聞いてあげるということと、はい、さっき言ったみたいにこの学校必ず行かないといけないというあまりきちきちのものをやっちゃうとね、やっぱり良くなるのも良くならない部分があるので、うんうん、はい、休みたい時にきついとき休んでもいいよというところから安心してまた元に戻れるというのがあるわけですよね。休みもしないままにやっぱり、はい、うん、いるとやっぱきつくなると思うんですよね。我々みたいにお酒に逃げたりとかって言ったんだけど、できたらいいけど、子供出してやっぱ学校がもう世界になってくるので、うんうん、そこの生きづらさがあると本当にきついと思うんですよね。で一番の理解してくれるだろう保護者がなかなか理解なく、うん、なんで学校行かないんだみたいなね、はいはいはい、甘えるなみたいになっちゃうとますます悪化する、まあ、そういうケースもいくつか見てきたので、うんうん、だから保護者とかまた地域のこういった不登校帯の理解と学校のまあゆっくり子どもたち見れる、そういった体制作りというのは、ね、はい、重要だし、うん、先ほど居場所として今、ね、おっしゃっていただいた、うん、教育支援センターね、まあ、適応指導教室といったところも本当市しかないんですよね、はい、で町村にほとんど設置されてないんですよ、はい、これ財政がやっぱり設置できるほどの予算がないからなんですよね、はいはい、現場でみんな必要と言うけれどもなかなか私も何度か提案してますけども財政予算が厳しいからみたいなところで、うんうんうん、だからこういった子どもたちはなかなかあの家にもうね、ずっといたりとか、まあ、学びに行けたいけど行けない状況もあるのでね、うん、そこはぜひしっかり国も予算もしっかりつけてほしいし、もちろん少しずつ良くなってるし、はい、まあ、ちょうどね来年4月から子ども家庭庁もスタートしますけれども、子ども家庭庁もまさにこの、いじめ不登校の問題というのはもうしっかり解決していくという強い方針示しているのでね、はい、それが本当に掛け声だけじゃなくてね、うん、予算としてしっかりまた現場に落ちていくような体制を作らないといけないかなと期待します、はい、またもう一つはオンラインの授業ですよね、はい、タブレットがギガスクール構想でね、うんうん、これ安倍総理が本当に力強く前倒していただいて、うん、全国の子どもたち一人一台の端末パソコンが配布されている中では、まあ、うまくそういったタブレットとかパソコンを使ってオンラインなりまたそういった ICT 学習とかコミュニケーションツールとしてね、学校とのつながりとして学校は来れないんだけど担任とそういったチャットでやり取りしたっていうのも少し事例が出てきているので、もっともっと加速してね活用してほしいなと思い、まあ、そういった期待もしながら、まあ、目の前の課題としてはね、これ読谷村もあるのをぜひいろいろ調べていただいてね、やっぱりこう日本の子どもたちを応援しないといけないと思うんですよね。少子化もまさに有事じゃないですか、日本のね。そこもそういう中で子どもたちがこういう状況でやっぱり改善できないというのは私たち、まあ、政治家保守政治家としてはねやっぱり一番やらないといけないことだと私は思っているので、一緒にまたこの問題もね取り組んでいきたいと思います。はい、で不登校の話はもっともあるんですけど、まあ、ちょっと時間もあるので、うんうん、はい、岸本議員からご提案あったこの地域の、はい、伝統文化の継承というところで少しお話しいただいてもよろしいですか。あ、はい、地域の、まあ、この各地域の、ですね、沖縄県、うん、まあ、全体の、うん、まあ、
まあ、全市町村があってでまたそのアザがあってっていうものでやっぱアザアザのやっぱこの今伝統文化、うんまあ、エイサーであったりですね、まあ、保存会であったりその地域のやっぱこの伝統文化がについてやっぱちょっと若者たちがあのやっぱそれを参加しなくなってるまあ傾向やっぱこの関心のやっぱ減少がちょっと行われてるのかなっていうもので、うんね、あのあるんですけど実はというとあの今ですねあの、まあ、一番の原因はもう人口減少と、うん、やっぱあの少子化でやっぱりあのいろいろもう減少が始まっているなんですね。当時私があの、まあ、二十歳の時にあの、まあ、青年会とかで、ねうんまあ、いろいろ活動しながらあの、まあ、全国の、まあ、青年団の研修も行った時も、うん、やっぱ全国的にやっぱあの今減少があの始まっているあれからもう30、まあ、今38なんですけどねやっぱ18年になった時にやっぱそれがもっと加速していってるようなまあねこれずっと言われています。例えばまあその文化継承というと、まあ、よくイメージするのがエイサーとか、はい、エイサーとか、はいうんまあ、綱引きとか綱引きいろんなものがありますよね、はい、いろんな地域が、はい、マザーザとかでもね、はい、ああいったものですよね。そうですはいなんで、ねうん、やっぱり今はもうあのいろんな沖縄はですねあの、まあ、いろんなものが、うんあの普及していって、まあまあ、スマホであったり遊べるところがいっぱい増えていってでやっぱこの地域の用事をやるよりかはもう遊びに行った方が楽しいっていうものが大きく見れてるのかなっていうのもあるんですけど、まあ、これも時代の流れとしてやむを得ない部分もあるけれども、うん、やはり地域のコミュニティっていうのは、うんまあ、前回ね岸本議員がお話しいただいた防災という観点からしてもやっぱりその地域コミュニティっていうのはしっかり維持しないといけないし、うんうん、ならばいきなり作れるわけじゃないので、はいはい、まあ早い段階からというかね、そういったものをやっぱり地域、うんきっちり作っていかないといけないし、今どうしても私も地域の子ども会とかそういった PTA のやってきたんですけれども、はいはい、やっぱり帰属意識というかコミュニティね、うんうん、やっぱり薄くなってると、どうしてもみんな小学生もほとんど半分ぐらいが学童に行ってしまったり、うんまあ、部活動をやる子もいて、そこのちょっとコミュニティというのはかなりきちっとできてるけども、本当に住んでるところっていうのはやっぱり希薄になりがちよ ね、 そうですね。一応大事だと分かりながらもなかなか後回しになってきてるというのは、まあ、そこになかなか手こ入れするために何かいい方法というか学校からもとかそういったのもやっぱありますよね、うん、やっぱこれからやっぱ地域の方にやっぱりあの足を運んでもらうというのはやっぱ小学生ってよく学校終わるとやっぱ公民館の近く通ったりとか、うん、で主に一番この小学校からのやっぱこの地域との関わり方うん、っていうことからいろいろつなげて大事よね。大事そうね。でやっぱ子ども会も今減少傾向にあって、うん、やっぱその子ども会とは別でまた小学生をどうにか自治会の方に足を運んで、うん、あのいろんなイベントとかですねやっぱやっていく。やっぱ中学校になってからもやっぱこの地域からの声かけしていただいたりとか、うん、いろんな、まあ、中学、うん、いろんなこのイベント、まあ、エイサーであったりとかですねあのまたいろいろ取り組みながらまた青年会、まあ、あの高校生青年会に上がった時に、まあ、いろんなねあのボーリング大会とかビーチパーティーとかですねあのこういったいろんなものを楽しみながら、うん、あのやっていく。でやっぱこの、うん、僕が思うにはやっぱこの地域の先輩たちとやっぱ関わることによって、うん、やっぱあの高校生って親の言うこと聞かないんですね、うんうん、基本的に。だけど僕が経験したことはやっぱ地域の先輩たちとやっぱり関わることによってやっぱいろんなマナーであったりあの先輩たちと関わる、うんうん、先輩たちがいろいろ教えてくれる。ちゃんとやらないといけないよとか、まあ、仕事とか、うん、当たり前のことを当たり前に教えてくれるっていう大人からのやっぱこの周りからのこの声かけっていうものがあの、まあ、高校生、うんまあ、大人になってやっぱこの縦のつながり横のつながりっていうものがですねあのやっぱ必要にあのなってくるのかなとあの思っているところでございます、ね、この問題はずっと言われていて、うん、私も地域の課題として、うん、地域に
今いる人間としての大きな課題だなと思っているんですけども、あの小学校の時にラジオ体操が入り口というかね、はいはいはい、やってくれるじゃないですか、小学校の時はね、はいはい、そこから子ども会どうにかまとまるけれども、はいはいはい、中学校でだんだん来なくなるし、はいはいはい、部活動も忙しくなるし、はいはいはい、みたいな、まあ、小学生 もう約半数学童に行くので、はいはい、学校終わったら地域に帰ってこずにもうそのまま学童で過ごすとなると、はいはいはい、あの学童のコミュニティはカチッとしっかりしてるんですよね、はいはいはい、地域の人じゃなかなか昔みたいに公民館に来ないものをね来させるっていうのもまた難しい面もあるけれども、はいはいはい、何らかのね、ことやらないといけないし、まあ、西原町ではこの小学校で地域コミュニティ、うん、まあ、なんて触れ合い集会という称した形でね、うん、はいはいはい、年に1回ですけど地域の子どもたちを各1年生から6年生までこの私の住んでる地域では全員集まって、うん、各、はいはい、あざあざで集まってね、うん、そこで、まあ、あの自己紹介したりみんな地域の仲間だよみたいなね、はい、話をしながら、はい、初めて見る子もいるので、はい、近くに住みながら分かんない子もいるから、はい、つなげていって、まあ、中学生も同じようにやっていく中 で地域の、まあ、公民館でちょっとボランティアしてよみたいな、まあ、ボランティア強制するのもおかしい話だけども、はいはい、学校から少し案内していくと少し入りやすい導入しやすいというか、そうですね、まあ、そういったものもね、うん、活用できるのもあるのかなと思いますよね、そこはね、はい、うん、まあ、先ほどあの、まあ、中学校からやっぱりあの、うん、部活がやっぱり忙しくなってくるっていう話もあって、うん、やっぱり部活動、まあ、これからの、うん、まあ、少し話だと少しあの、うん、ずれるんですけど、やっぱ部活の、まあ、あり方もですね、うん、まあ、少しずつ考え方を変えてやっぱあの大会に臨むことも大切だと思うんですけど、それからやっぱいかにあの地域とのやっぱ、ね、触れていくかということを、そうね、まあ、地域部活動という、ね、定義もやっていこうとあるからね、と、はい、いうこともやっぱり必要になってくると、うん、あの感じているところです。やっぱ中学生でも、うん、やっぱりあの公民館とか自治会の方にですね、やっぱいろんな何らかの人の形であのやっぱり公民館に遊びに来るとか、うん、やっぱそういったやっぱもっとそのつながりをですね、やっぱどう増やしていくのかということもあの課題としていろいろ、僕もですね、あの、まあ、指田村の方でもいろいろ地域の声を組み分けてですね、この、まあ、伝統文化あの今減少傾向にあるんですけど、それをどう少しずつ食い止めるあの取り組みをやっていくのもですね、いろんな取り組みとしてちょっとやっていきたいなと思っているところです。やはり多分ちっちゃい時にその地域で住んでて、うん、まあ、地域の綱引きとかね、はい、まあ、餌とか見て楽しいとかな、うん、かっこいいなと思った、はい、もう堂々維持していってそこに入ってもらうかっていうのも大事だし、はい、また学校教育の中でも、まあ、地域のいろんな、まあ、総合学習とかもあると思う中でね、少しそういった良さ、大切さ、つなげていく大切さっていうのもやっぱ教えていかないと、これも保護者もそうだけども、まあ、そういったのがないでもうそれぞれ自由にやってるとね、もうスマホ楽しいさとかとか LINE でコミュニケーション取れるしってなると、はい、それも大事なんだけども、うん、やはり足元のね、はい、コミュニティっていうのは大事だし、はい、もう先ほど見たけども防災とも関わってくるので、そうですね、はいはいはい、そういったようにね、なんかいい方法を考えないといけないですよね。そうですね、うん、この方法として、うん、やっぱこの課題としてじゃあそれをやっぱりあの地域の人たちといろんな話し合いをしながら、でいかにやっぱこの地域との関わり方、うん、先ほどあの、まあ、移住議員がのお話をしていただいたあの中学生の方に関してはやっぱ授業の中でもやっぱこの地域の勉強、地域を歩いたりで、それぞれの中学校にやってる校区の子たちをやっぱあのアザードに分けてですね、うん、それ大事よね、それはとてもあの大切じゃないかなと思ってます。やっぱ地域の学校をやっぱ地域で守るってことはあのいろいろ僕はよく話を聞くんですけど、うん、じゃあその取り組みとしてじゃあ中学校で地域での関わり方をどうやっていくかということをやっぱ今後ともあの 話して議論していく必要があるのかなと思っています、うん、なぜ地域が必要かということもね、うん、子どもたち分かると思うんですよ、はい、それは我々が大人がちょっと説明できてないんだろうなというのもね、はい、反省もしながらだと思うんだけど、うんうん、また少しこの結構熱心な地域ってあるじゃないですか、エイサーがとか、エイサーがとか、はい、どっかで若い人の話聞くとね、うん、なんかもうすごい無理やり的なっていうか、うん、あまり、うんうん、もう強制的にできる世界世の中じゃなくなってきてるものもあるしね、いかに自主的に参加させるかっていうので、はい、昔みたいにビシビシとできない部分があると思うんですよね、はいはい、絶対来いよみたいなところで、なんかあまり食べ盛りのそういうのがあるところと、もう子供たち来ませんよもうそういうものね、だからそこら辺の今の世の中あれに合わせた形で変えていくのもね、
はいはい、伝統をもちろん残さないといけないのは絶対残さないといけないんだけど、やっぱり時代に合わせて変化させるというのが大事だと思うんですよね。そうですね。もちろんあの皇室のあり方とかそういったものはいくら歴史が価値観が変わっても残さないと私いけないと思ってるんだけれども、うんうん、ただ書いていい部分もあるじゃないですか、中ではね。そういったのをうまくやらないと、うん、とにかく昔のあり方ってなるともうね時代に合わなくなってみんな離れていっているという実情もね、やっぱり分からないと、はい、昔のようにもまあ踏襲しているとなかなかみんな来てこないというか、やっぱり必要な組織が残らないので時代にね、うんうん、必要な組織とか文化になるように考えていくのもねあるかもしれないね。そうですね、うん、やっぱり今 あの伝統文化、まあ、地域の伝統をあの、まあ、守っていく。でも先ほど話したあの、うん、まあ、ガチガチにやっぱ昔みたいな感じではなくて、やっぱいろんなあの先ほどもね、あの楽しく、まあ、あのビーチパーティーやったり、うん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 、まあ、暴力大会でやったりとか、やっぱいろんなこの他と の県外とかとね、うんうん、やっぱこういった交流会とかあのそういった形をきっかけに臨むと、あのやっぱりいろんなものでいろんな考え方が見えてですね、とても楽しくなるかと思います。先ほど僕があの県外と言いますと、私もあの英才やってる部分もありましてですね、あの、まあ、別の県外の方ともいろいろ交流してきた中で、やっぱいろんな県外の取り組みが分かってくるんです。まあまあ、沖縄では、まあ、それから言ったら英才では英才ってことなんですけど、やっぱ地域はいろんなあのサンタクロース大作戦であったりこの時期とかですね、まあ、いろんな子供を巻き込みながら子供と触れ合ってやっぱ地域を賑やかにしていく、うん、やっぱあの、まあ、昔からずっと言われているのが、地域にはやっぱしあの若いあの青年たちがあの活気がないと地域は盛り上がらない、うん、本当ね、もう若い人が、ね、はい、地域にいないというのは本当にね、うん、地域の自治会 もう高齢化してね、うん、まあ、どの組織もそうなんだけども、うんうんうん、ね、みんな悩みながら時間ばかりが過ぎていくという ね、 そうですね、うん、厳しいところもあるけど、本当にでもどうにかしていかないといけないからね。そうです、ここね、やっぱそれは大きなやっぱ地域の課題として、うん、やっぱそれをやっぱりあのいろんな方法を、まあ、手探り状態で探しやりながら、やっぱあの自治会長さんとか、うん、いろんな青年会さんとかいろいろな話をしながらですね、うん、どうやったらあのもっと盛り上げることができるのかと、昔みたいに増えるということはないので、それをじゃあどう継承して次の世代につなげていくかということは、やっぱこれから必要になってくると思います、ね、もう今時のあれに合わせながら何か、ね、うん、やるっていうね、はい、ぜひいい事例を作ってください。あ、はい、わかりました、はい、これから頑張ります、はい、うん、ありがとうございます。はい、ということでちょっと時間も、なってまいりましたけれども、うん、今年の放送は、明日28日までということです。で、年明けの放送は、4日でしたっけ？あ、画面にテロップが出ましたです、うんうん、ご覧ください。すみません。はい、あの今年もね、うん、もう初当選して、はい、慌ただしいこのね9月から住んでますけれども、はい、また、私もね、2期目当選して今必死に頑張っていますけれども、また来年もですね、沖縄の子どもたち、また日本の子どもたちをしっかり応援するようなね、政治の場からまた議員活動頑張っていきましょうね。そうですね、はい、また年末年始ですね、あの、まあ、いろいろゆっくりあの振り返りながら、あのまた新しい年をですね、どう新たな気持ちでまた過ごして、また自分の1期目の政治活動としてですね、まあ、一生懸命これからまた頑張っていきたいと思います、はいはい、我々もまたさらに別のメンバーも含めて、うん、チャンネル桜沖縄の声にまたね、うん、時々お話しに来ますので、うん、どうぞ、視聴者の皆様よろしく、来年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、どうぞ良いお年をお迎えください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。